紀伊駅は、和歌山県和歌山市北野にある、西日本旅客鉄道半和線の駅である。駅番号は、JRR51。大阪府との府県境となる、泉山脈のオスの山峠を越えることもあり、北隣の山中京駅と当駅の駅間距離は、半和線では最も長い 8.1km となっている。島式ホームに目に温泉を持つ、待避設備を備えた、地上駅。 駅舎と二つのホームが同じ高さにあり、この三つを結ぶ古戦橋がある。乗り場は駅舎側から一番乗り場、二番乗り場、三番乗り場、四番乗り場である。有効長は本線となる三番線と二番線は8両編成分あるが、対比線となる四番線と一番線は両端1両分ずつない6両編成分である。駅舎やホームは、 駅前の道路などから見ると少し高い場所にあり、駅舎と駅前とは階段で結ばれている。駅舎は狭い敷地に建てられているため L 字型をした構造である。泉砂川駅が管理している直営駅で半和線としては和歌山県の最北端にある駅である。なお、泉砂川駅より地区駅長が配属されている。2012年に和歌山駅から移管された。 緑の窓口も設けられ IC カード移行化を利用できる。2019年度の1日平均乗車人員は3882人である。和歌山県にある JR の駅では和歌山駅に次いで第2位である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前あたり駅周辺は1959年に 和歌山市へ編入されるまで、海藻群木村だったところで、駅名もこれによる。東駅西方の和歌山市府中に鎮座する、府市神社が、木の国の国府跡と伝わり、旧国名をそのまま名乗る、自治体を形成していた。ありがとうございます。